出前授業は県看護協会が2017年から毎年行っています。今日は金沢西木ヶ丘高校で看護の道を目指す生徒11人を前に、現役の看護師が仕事のやりがいなどを紹介しました。講師を務めた看護師は、高校生活で多くの人と関わって相手の価値観を受け入れることが看護の仕事にもつながると話しました。シーンとか見るのはちょっと怖くて無理なんですけど、看護師って目指すことで できます。私も最初ダメでした。血も張りもダメで、やっぱトレーニングしたら慣れてきます。生徒たちは素朴な疑問をぶつけながら理解を深めていました。看護に対する関心が高まったりとか、あと詳しいことをいろいろ聞いたので、もっと自分で書いて調べてみようかなと思いました。人と協力したりするのが大切だって言ってたので、学校生活とかにおいていろんな人と話したりしていきたいです。出前授業は今後2つの学校でも行われる予定です。